パード持ってきたカップ麺ほとんど関さんが食って終わったな。いや、あげたけどね。食べていいっすかって言われた。あーいいよ、食べていいっすか、あーいいよ、食べていいっすか、あーいいよ、食べていいっすか、あーあーいいよ、言ってるうちに俺は最終的に食べたの1個だけだった。え、あ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 、みたいな。いや、もうその当時もその話した覚えあるけどな。その当時の人はもういない、いない説はある。もうね、おぼちやってないからな。その当時見た人はオーバーウォッチ未だっていうか今もなおやってる可能性が高いもん。先週ぐらい話をしてた、よく覚えてるな関さんも。まあ、意外とあれだよね、覚えてるものって違うよね。まあ、自分が挙げた話とかあんま覚えてないかもな。確かに人からもらった話とかは覚えてるだろうけど、長く。なんだその動き、やば。まあ、結構フォートナイトはオーバーウォッチからの移民が多い気がするわ。マジか。あいつもうガチコモにするつもり満々だな。ショットガンが欲しいっすね。おお。メンバー持ってなかったな。うわー、ドラえもんか何かだと思われてる。やばっ、何今の、えなんか異常じゃねこれ。当たり方が異常だったな今。エイムアシストついてたな。精度がいいんやもん俺。安藤さん、安藤さんついてる俺。無理だった。許してほしい。これでいけるかな。割と俺これ実装されてからあんまやってないからあれなんだよ、よくわかんないんだよ。大丈夫かな。あれこの人か。ハイ選手慣れてきたな。あ、いるな、まだ。
どこだろうな。もう一個下か。あー、もうそこっぽいな。さっきのやつ取りに行くか。上だっけ落としたの。ロッ。わお。どこだっけな。覚えてないな。あのトラップも怖いんだよな。間違えて踏みそうで怖いわ。いやー、どこだっけ。あった、よかった。どこ行った。いるな。無駄遣いさせた。中にも一個あったよな、トラップ。あいつ倒したいな。資材がなさすぎるけど。あ、え、そばにいたってこと。もう一人そばにいた。え、怖すぎるなこのゲーム。新武器ドロップどうだろうね。俺でも割と毎試合ペースで持ってる気がするわ。これ勝ってる時毎回ゲットしてるよね。VR の当たる感じ好き。あれはあれでしょ、ポケポじゃねえわ、あのアイテム欄のやつさん使って出てたの。 あんな位置に湧かないから。飛んじゃうか。見えないな。もうちょい使うか。もうちょい切ってから。どこかな。まだ裂け目残ってるな。いたー、すげえとこ取ってる一人。確実にあれだわ、つわものだわ。え、
なんかやべえ、スキンが全然見えねえ、あれ。なんだあいつ。水色で全く見えねえ。ダムがない世界線は、そうですね、あんまり変わらないですね。毎回高校台でいる気がする。あんまり変わらないですね。ここ見えないんだけど、ここで戦われると。衝撃的なことに気づいた。このスキン強いな。マジか。ここまで予測して戦ってた説ある。いや、そうそうそう、俺も同じスキンなんだけどさ。で、どうしよう。こいつを殺すためにためだけにここまで来たけど、この後どうしよう。資材もないし超きついんだけど。なんでバーサーカーだった。特に得たものはなかったな。いや、マジで得たものはなかったな。やばいな。すげえ不利になったんだけど、どうしよう。アヒー、やば、そぎ切っちゃうそれ。いるね。やべ、あぶね。ハイスピードバトル。なんだかなーと思うわ。まあいいのかもしれん。見た目は派手だね。シルポがないのきついな。あー、パープルポンプ拾えって言われてる。パープルポンプってかヘビーのことかな。パープルポンプ、パープルポンプいらねえよ。ヘビーなんて生捨ててきた。ごめん、正直欲しかった。でももう帰れねえ。もう戻れねえからよ。いや、そんなことないです。僕が拾い損ねただけです。もうおじさんの目にはついていけないよ、このゲーム。激しすぎて。回復アイテムがな、王宮さんってやばいな、ちょっと。どれぐらいやばいかっていうと、マジでやばいね。もう、死んだようなものだよ。俺は。何やってんだ、あいつ。
だって言ってくれよ。消えたんだけど、ちょっと俺の壁消えたんだけど、一体どういうことなの。結構焼けたわ。
ボリさん、100周ありがとうございます。やったー。うわー、もう十分だわ。3勝もしたし。お腹いっぱいですわ。いのりさん、100周ありがとうございます。やっぱりフォートナイトは、熱いね。熱い戦いがあるわ。アルスさん、100周ありがとうございます。ナイスということで、ありがとうございます。ザ、今のフォー